阿光城高来門二層矢倉阿光藩は、張馬国阿光軍周辺を領有した藩。藩長は、道軍狩谷の阿光城。浅野家の玄禄阿光事件で有名であるが、池だけでも照沖が狂乱し性質などを殺す、昇法阿光事件。森家でも上位派が敵対する過労の森力を暗殺するという、文久阿光事件が起きている。なお、武漢では、玄禄以前は、 藩主居城を晩、藩州カリア、藩州カリア、藩州のうち、カリアと表記するものもあった。ハリマ一国の国主である、池田テルマサの逸豆を、成功は、元永元年、兄である忠次の死により、岡山藩を相続した忠王より、母、吉政院の医療分のうち3万5千国を分岐され、ここに、阿公藩が立藩した。寛永年、成功は、死,死なく没 同国左洋軍、平福藩で2万5千国を領していた弟の照沖に相続が認められた。しかし、照沖は、商法2年、突然発狂して、性質や自助数人を残殺し、本家である、岡山藩主、池田三政の預かりとなり、改役となった。同年、変わって、日立国笠間藩より、朝野幼が5万3千国で入部した。 長時間は国高にそぐわない、高層な阿公城を、旧城の南に13年かけて築城し、さらに城下町も造営した。天保と工事により財政は悪化した。池田家の台より始まっていた、塩田開発を奨励し、整備を行い、塩を阿公の特産品とした。以後、塩は阿公の特産として、犯罪性を支えていくこととなる。第二代藩主、長友は、 漢文十一年、義兄、義弟に分治し、国高は五万国となった。元禄十四年、第三代藩主、長則は、江戸城中で後家旗元、キラ・義仲に切りつける人情事件を起こし、長則は切腹、朝の。そして元禄十五年に家臣によるキラ邸打ち入りが起こった。連座した、長則の弟、朝野長博は、 阿光神殿三千国の所領も一旦召し上げられたが、法永七年に、安防国朝日奈軍、平良軍五百国に移され、元宝となったが旗本に服した。長江の後は、着難の長順が家督を受け継ぎ、長直家朝野家は、安防国で続くことになる。人情事件のあった、元禄十四年に、代わって家谷国から須山藩より、長井直弘が三万二千国で入部する。 しかし、5年後の法営3年には、品の国井山藩へ転覆となっている。同年、備中国西高原藩より、森永忠氏が2万国で入部、廃藩地権までの12代165年間、阿公藩主としては、最も長く在封した。森家の在封期間を通じて藩政は、第5代藩主、忠氏博は、財政改革を断行。藩主自ら失踪倹約を行い、 貯蓄を奨励した。さらに塩田開発や、ろうそくの原料となる、ハゼの植林と植食産工業にも努めた。しかし、財政の再建は、ままならなかった。第10代藩主、忠則は、文化6年、ついに塩を専売制とした。幕末の安政4年になると、藩政の改革をめぐり保守派、革新派の対立が起こり、藩内は分裂。 革新派の一部は脱藩し、長州藩へ走った。文久2年、上位派が保守派の過労を暗殺するという事件が起こり、反論は分裂したまま、明治維新を迎えることとなった。1871年、廃藩置県により、阿公県となる。その後、姫路県、鹿間県を経て、兵庫県に編入された。 森家は1869年の半世紀奉還と共に家族に列し、1884年には家族礼の施行とともに施釈を受釈した。戸沢3万5千国成功、照沖戸沢5万3千国5万国5万3千国長、自家、長友文治により5万国、長野利譜代3万2千国、直広戸沢2万国長自家長高長生正左中、高田忠興中三中、 アキラ・忠則忠則タ中義、森施策課、タダヒロ・カキュー・アコウ・モリア・藩は、江戸中期の10年間存在した藩。元六十年、森成都市の弟、忠政の家系で、ミマセカ国津山藩主、森家の断絶に伴い、津山藩二代藩主であった、隠居中の長月が二万国で立藩した。微中・クナシリ軍西高原周辺を領有し、西高原に、 陣野が置かれた。法営三年以来、長治下の時、阿公藩に転覆し廃藩となった。森屋と様二万国長次長次下明治政府は、この後に、あだち禁止令を制定している。阿公は軍名を起源としており、上地、成長の存在した当地の歴史的固有地名は、刈屋であった。泉 P278 山本第七章3説、ウィキペディア。 朝の長広項目も参照。法要で、阿公藩主、森家の伊藤忍。ありがとうございます。